おはようございます。松波悟です。今日も優しく学習していきましょう。今日は前回のね続きです。貧血、赤血球がね少なくなるっていうやつなんですけど、前回はね材料の不足、血欠乏性貧血と今日赤芽球性貧血っていうのをやったんですけど、残りね教科書に2つありますので、今日はねそれをしていこうと思いますのでよろしくお願いします。ではね、早速行きましょう。ポイント一つ目、黄疸。簡単にね、書いてあるんですけど、黄疸ね、これ、溶血性貧血っていうところのキーワードが黄疸です。で、二つ目、肝血球減少っていうやつなんですけど、これはね、再生不良性貧血のところのキーワードです。で、一番最後が、原因から治療って書いてあるんですけど、これはね、すべてにおいて言えることなんですけど、原因が分かったら、それに対しての対処の仕方が分かります。例えば、前回やったのは、悪性貧血っていうのをね、言いましたけど、自己免疫疾患なんですよって言いましたよね。なので、自己免疫疾患だから、自分の免疫がね、むっちゃ頑張っちゃうっていう感じなので、抑える方法は免疫抑制剤とかが治療になってきますよ。またね、見ていたらわかるかなと思います。ではね、前回の復習にもなりますけど、下側行きましょう。貧血って何ぞやっていうのは、赤血球の総量が減少した状態なんですよ。なので、前回も言いましたけど、ヘモグロビンとかも当然少なくなりますし、とかがね、これに当たります。で、貧血の症状は、赤血球の働きが働かなくなるとどうなるのっていう状態で、例えば、顔色悪くなりますよとか、全身に酸素いかなくなるんで疲れますよとかね、いうのになってます。で、材料の不足が前回やった、鉄欠乏性貧血、小球性低色素性貧血と、今日、赤芽球性貧血。今日なので、大中性、色素は一緒。性、色素、性です。はい。なので、薄くないよっていうことですね。はい。というわけで、今日は残り2つなんですけど、破壊の更新によって起こります、溶血性貧血、溶血性貧血と、あとは作るのがね、作れなくなりますよっていう状態で、再生不良性貧血。で、今日やるのは破壊の更新と、あとは酸性の減少によって起こるんですけども、赤血球自体は、その数自体が減っちゃうだけなので、括弧の中書いてますけども、性球性と性色素です。ちゃんとした赤血球がある。っていう状況ですね。はい。じゃあね、早速、溶血性貧血から、はい。溶血性貧血です。まあ、3番って書いてますけども、まあ、前回がね、1番、2番やりました。今回3番です。何らかの原因によって、赤血球の寿命が短縮して起こりますよっていうことですね。はい。で、原因、何らかの原因って何ですかっていうのが、まず、先天性です。遺伝性、球状赤血球って書いてますけども、普通、丸っこくないですよね。赤血球ね。丸じゃなくて、ちょっとね、平べったい円盤状の形をしてるので、変形脳っていうのがありますよ。変形ね。変形。ね。はい。変形脳っていうのが普通、赤血球にはあるんですけど、まん丸いから変化できないんですっていう状態です。なので、2行目に、球状のため、脾臓に容易に捕まって壊されちゃいます。邪魔だって言ってやられちゃいます。で、また、赤血球浸透圧が減少しますよ。まあね、さらっとで結構なので、まあ見ておいてください。あとはね、球状っていう玉の状態もありますし、他で遺伝でですね、釜状っていうのもあります。まあ、どうかな。鎌、稲刈りとかの鎌です。鎌状のやつなので、これもですね、変形脳とかがうまいこといかないので、これもね、壊されちゃう。なので、先天性に関しては遺伝性です。で、後天性に関しては一番多いのは自己免疫性の溶血性貧血です。
なので、前回やった悪性貧血と同じですよね。自己免疫疾患っていう感じです。で、クームス試験っていうのは、これ自己抗体を調べる試験で、これが陽性になりますよ。まあ、他には後天性だったら、新生児黄疸とかね、有名ですし、輸血に対して起こったりするのも、この溶血性貧血。まあ、こんなんで起こりますよっていうやつですね。はい。対処方法なので、先ほどね、自己免疫疾患であれば、免疫抑制剤とかになりますよっていうのがね、ここら辺です。はい。で、症状はっていうのは、貧血症状はもちろんあるんですけど、溶血症状っていうのがあります。一番有名なのが、黄疸です。黄色くなっちゃうっていう状態ですね。あとはいっぱいね、バク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 食べないといけないので、脾臓がその分頑張りますので、皮脂っていうのにもなりますし、胆石症ですね。なんで胆石症ってなるのってのはこちらに書いてあるんですね。ビリルビンです。赤血球をいっぱいやっつけるとどうなるのっていうのは、このビリルビンっていうのがいっぱい増えます。なので、このビリルビンっていうのが胆汁色素なんですけども、これがね、沈着していくと胆石っていうのがなります。なので、胆石症の原因として多いのは、ビリルビン性の、血石もありますね。なので、ここら辺がね、覚えておいていただけたらなと思います。胆石で一番多いのはビリルビンじゃないですけどね、一番はコレステロール血石。なので、油もんはね、やめときましょうっていうやつですね。はい。こんなのがありますよ。で、血液検査はね、有名なのは、ビリルビンが増えます。関節ビリルビンが増加しますよ。LDH が増えますよ。みたいなね。はい。おしっこのところのウロビリノゲンが増加しますよ。ウロビリノゲンはちなみに、普通の状態でも出てて当たり前なんですけど、それがいっぱいになりますよっていうのが、この溶血性貧血です。はい。どんなんかなっていうのをね、覚えておいてください。キーワードは黄疸です。はい。じゃあね、次、再生不良性貧血に行きましょう。はい。再生不良性貧血ですけども、骨髄における造血幹細胞レベルの障害により起こる肝血球現象で、骨髄の低形成。まあ、骨髄で血液作ってますので、低形成っていうことは、工場が縮小されてます。だから作れない。末梢血の半血球現象をきたします。半血球って何？半って大きなとか広いとかいっぱいっていう意味なんで、赤血球、白血球、血小板とか全部少なくなっちゃいますよ。で、原因は先天性はファンコニ貧血。でも名前ぐらいでいいです。重性とかはね、出るかもしれないですけど、新旧はね、出たことあったかな？出たことないと思います。後天性はこれ大半が、特発性です。突発性じゃないからね。特発性は原因不明です。一時的なもんで言うと薬物とか放射線とかっていうのがありますよ。で、症状は、これは半血球現象が起こりますので、白血球、血小板が減少する。赤血球はっていうのはこれ貧血症状ですね。反対。じゃあ、白血球が少なくなるとっていうのは感染症になりやすい。べき感染性ですね。発熱とかが起こります。で、血小板はっていうと、血小板は血を固まらせるやつだから出血傾向になります。ここら辺苦手な人はね、またこちらに、前回かな、やりましたけど、血球の話ね、載せておきますので、またよかったら参考にしてください。はい。血小板の場合は出血傾向になります。で、血液検査するとどうなるのっていうのは、血清鉄が増えます。で、エリスロポエチンも増えます。で、血清鉄が増えるのって何なのっていうのは、鉄結合性貧血の時は、血清鉄って少なくなりましたよね。当然、鉄が少なくなるわけだから、鉄とくっつけない。鉄が少なくなるからくっつけないっていう状態だったんですけど、今回の再生不良性貧血に関しては、鉄はそのまま。で、くっつく方が少なくなる。じゃあどうなの？鉄ある分だけくっつくんです。だから、血清鉄っていうのは増えますよっていう状態です。で、フェリチンが増加しますよ。
ペリチンっていうのは組織の中の鉄を蓄えとく袋って前回お話ししましたけど、鉄が、なくならない、いっぱいあるんですよね。運んでくれる人が少ないので、なると組織の中に余っちゃうから財布を増やすっていうのでペリチンが増えます。なのでペリチン増加は再生不良性貧血、ペリチンが減少は鉄欠乏性貧血です。ここら辺はね、間違えやすいので、ぜひとも覚えておいてください。はい。では、全体見てみましょう。はい。今日はね、溶血性貧血と再生不良性貧血とやりました。横断がね、溶血性貧血はキーワードで、再生不良性貧血は、半血球減少っていうのが有名です。で、原因から治療って言いましたけど、自己免疫疾患の場合は、免疫抑制剤。あとはね、再生不良性貧血って半血球だから赤血球だけじゃなくて白血球血小板とかがやられます。じゃあ白血球が少なくなってたらどうなんの、どうなったから、じゃあどうしてあげたらいいのっていうのがね、治療になってきます。はい。ということで、今日と前回はね、貧血についてお話ししました。まあね、4パターンしかないんですけども、例えばフェリチンっていうのはね、増えるの減るのとかですね、黄疸ってどこのキーワードだったっけとか、ビタミン関係するのなんだっけみたいなね、感じでいろいろありますので、組み合わせ問題とかね、とっても作りやすいところになります。はい。なので、またね、一回復習しながら自分の中に落とし込んでみてください。ではね、今日はこれで終わりましょう。またね、バイバーイ。